はい、中年オタッキーです。今日はね、天皇の即位の礼かなんか、あって、明日が祭日なんで、明日休みというわけではないんですけど、トラックの荷物を積んだだけで帰ってきて、ちょっとね、帰りにお買い物をしてきたんでね、ちょっと収穫がありましたんで、動画を作ろうと思って、動画を作ってるんですけども、緊急なんで、視聴者様の写真とかまだ編集してないんで、視聴者様の、写真は、次回の動画で紹介いたします。今日は緊急の動画アップになります。それでは本編スタート。はい、今日はね、そんなわけで家から、送っておるんですけども、ちょっとね、家族がたくさんいるんで、雑音が入るかもしれませんが、はい、今日ね、動画を作った理由っていうのがね、収穫があったということで、帰りにね、ハードオフに寄ってきたんですね。平日、それも月曜日にね、ハードオフに寄れるっていうのはなかなかチャンスないんですけど、で、まあ、掘り出し物があったんで買ってきたんですけどね。まずはこのスポットマジック。ペンタックスのスポットマジックですね。ファインダーもね、すごく綺麗です。でね、ペンタックススポットマジックに、ありがちなね、ミラーの固着っていうのも、なんか調子よく動いてます。で、露出系が動くかどうかはね、まだ確認してないんですけど、まあ別に露出系動かなくても平気なんで、そんなわけで、ゲットしてまいりました。これね、スーパータクマの 35mmF3.5 っていうのがついてます。ちょっとレンズ曇ってますけど、まあ影響出ない程度かなっていう感じで、買ってきて、これがね、ちゃんとね、アサヒペンタックスの純正のキャップまでついて2000円でした。はい、オークションで買ったら、まあ1000円かな、送料とかいりますよね、オークションで買うとね。まあそんな感じで安く買ってきました。次に、これレンズですね。僕 SMC は持ってるんですけど、これスーパータクマです。スーパータクマの 55mmF1.8、これアトムレンズなのかな、ちょっと分かんないですけど、これはね、これなかなか状態がいいです。ほぼ大丈夫ですね。ほぼバリモン、これね、なんと500円でした。ちゃんとしかもキャップ付き、これキャップだけでも結構な値段いくんですよね。僕が持ってるやつはね、現代のペンタックスのキャップがついてるんですけど、 SMC はね、純正のキャップがついて500円でした。で、次キャノン A1 です。これ2000円でした。でね、A1 に詳しい人が聞けば分かるんですけど、はい、シャッター鳴いてます。シャッター鳴きの A1、がこれ、このグリップだけでもヤフオクで1500円ぐらいするんですね。これ2000円でした。シャッター泣きはね、ちょっと師匠、久しぶりに師匠の話できます。師匠が見たら、邪道だっていうような直し方で直そうと思っていますが、露出系の値がね、ほぼほぼ正確なんですね。これ師匠から教えてもらったんですけど、露出系の値がね、大幅に狂ってる A1 はもう基板が行きかけてるっていう証拠なのかもしれないっていう話聞きましたんで、そんなわけで露出系をしっかり、露出系の値を確認して、問題がないものを、だったので買ってまいりました。こんなわけでね、まあ、他には特になかったんでこれだけ買ってきたんですけど、全部で4500円、税込みっていうか、ハードオフは税金あれないのかな、で4500円で買ってまいりました。これね、なかなかの掘り出し物と思いますけど、どうでしょうか。で、まあ、SMC は持ってるんですけど、スーパータクマの 55F1.8 は持ってないし、まあ、長さも明るさも一緒なんですけど、で、35mm はもうそもそも持ってないんで、これね、テストでね、撮影したいと思います。で、A1 の方はね、泣きの修理を、してからね、裏側からね、注意するっていう技があるみたいなんで、それを試そうと思っています。裏側からね、A シリーズの泣きをね、直すっていう方法はね、結構 YouTube で上がってます。ただしね、もう完全に自己責任になります。で、樹脂製のパーツもね、多く使われておりますので、注油するったって普通の油を注油してはダメです。
シリコンオイル系 の、 あの樹脂に優しい、油を注意すればいいんではないかと思います。はい、今日の動画はねこんな感じなんですけどね、まあ、結論から言ってね、あのハードオフは月曜に行けと、理由はなぜかっていうと、まあ、あの祝日が絡んでちょっと別ですけど、日曜日にね、お休みの人がその売りに来ると思うんですよね。で売りに来て、で買い取るじゃないですか、ハードオフね。で店頭に並ぶまではまあワンタイね、タイムラグがあると思うんですね。で日曜日にね買い取ったものは月曜日に並ぶんではないかと推測するわけです。どうでしょう、ハードオフの経営者の方、従業員の方、もし見ていたらねコメントいただければと思うんですけど、まあそんなわけでね、今日はね、動画、月曜日はハードオフの日ということでお送りいたしました。今日の動画、どうだろうね、どうなんだろう。まあ、とりあえず、まあ、一応動くカメラと、使えるレンズを、4500円で購入してまいりましたという報告でした。はい、チャンネル登録、こっちだったっけ、カメラマークとかね、チャンネル登録あります。もしまだチャンネル登録してない方があれば、チャンネル登録していただければと思います。で、他の動画もね、この辺にバラバラと出てきますので、ね、お暇だったらお付き合いください。はい、最後まで見ていただきありがとうございました。次回の動画ね、なんだっけ、オリンパスのペン FT、で行こうと思います。もしかしたらダメかもしれないと思ってた、フィルム、救出成功しておりました。現像も成功しましたんでね。あと、コニカエルのね、あの現像も上がってきたんでね、しばらくネタがつきそうなことはないような感じになってまいりました。はい、今週だからもう一本作ることになると思います、多分。そんなわけでね、次の動画もお楽しみに。はい、それではまた最後まで見てくださってありがとうございました。はい、チャンネル登録よろしくです。それでは。